菜奈です。50キロのストレート、さらにはカーブ、スライダー、チェンジアップ、カットボールと変化球を操ります。カットボールが良くなってるんですよね。高橋のボール三振。郡司が左ピッチャーって素晴らしいですよね。ストレート148キロ空振り三振です。変化者は嫌だったと思いますね、はい、さあ追い込んだ平川、ワンアウトランナー二塁一塁です。これ合ってないバッターでピッチャーいいボール投げやすいですよね。不思議なもんで逆にしたい。落ちるボールバッター飛んでいます。三振です。ストレート三振。早かったことですけど、まあ、慶応の大久保監督に言わせますと、実際に郡司がレギュラーですよね。空振りの三振に抑えた。